お客様にご案内申し上げます。第3部開始1分前です。まもなく再開します。引き続き携帯電話、スマートフォンの電源をお切りの上、マスクを着用してお待ちください。また新型コロナ感染症対策のため、プログラムと一緒にお配りした連絡表に連絡先とおかけになっている座席番号をご記入の上、お帰りの際に受付にお渡しください。
ートです。まずは昨年亡くなった日本の音楽シーンを彩ってきた巨星服部克久作曲の自由の大地をお聴きいただきました。この曲は TBS テレビで放送されていた日曜特集新世界紀行のテーマ曲です。さて第3部はテレビドラマやミュージカルの音楽などをお楽しみいただきたいと思います。続いても服部克久作曲の代表曲ル・ローヌです。ル・ローヌとはフランス語で川という意味ですが、パリのコンセルバトワールで学んだ服部さんのセンスが生きた楽曲で、ヨーロッパの国々や街並みを通り抜ける川のせせらぎや生活の大動脈としての川の存在を通じて自然と人間の調和や人生の大切さを教えてくれるような曲です。
続いての曲は必殺テーマコレクションと題しまして、テレビ時代劇の必殺シリーズからテーマ曲をメドレーでお聴きいただきます。曲は必殺仕掛け人から荒野の果てに、暗闇勤め人から旅衆、新必殺仕事人から仕事人から一言、必殺仕事人から恨み晴らして候、そして最後に新必殺仕事人から思い出の糸車の5曲です。
続いては実在するアルゼンチンの人物エヴァ・ペロンを描いたミュージカルエビータの名曲の数々です。レクイエム、こいつはサーカス、エビータとチェのワルツ、アルゼンチンよ泣かないで、ニューアルゼンチーナの5曲を選んで組曲にしました。このミュージカルはマドンナ主演の映画エビータでも大きな注目を集めましたが、日本では1982年より劇団四季のレパートリーとして上演されています。物語はアルゼンチンを舞台に進みます。アルゼンチンの貧しい家庭に生まれたエビータは女優を夢見てブエノスアイレスへ旅立ちます。そこで彼女は後に大統領となるペロン大佐と出会い、彼の愛人となります。そして後に大統領夫人となったエビータは政治にも介入するようになります。彼女の貧困層を救済する活動は独裁的でもあったため批判も出ましたが、カリスマ的人気を獲得しました。しかしながら彼女は志半ばで癌に侵され、33歳という若さで激しく短い人生の幕を閉じます。曲は彼女の葬儀のシーンから始まります。それではお聴きください。
に時間が経ってしまいました。本日のコンサートも皆様方とのお別れの時が近づいてまいりました。今年の最後を飾るのはアニメ映画宇宙戦艦ヤマトから、広大で深遠なる宇宙を想起させる曲をお聴きいただきます。曲は歌手川島和子のスキャットで有名な無限に広がる大宇宙、そしてエンディングテーマ曲として人気が高かった真っ赤なスカーフ、最後にメインテーマの宇宙戦艦ヤマトの3曲です。お聴きください。Thank you.
ミニカーをやって